不織布を使った桜の飾りです。不織布は破れやすい方向と破れにくい方向があります。破れにくい方向と直角になるように折りたたんでいきましょう。折りたたんだところをクリップで留めます。そしてアイロンでしっかりと押さえていきます。アイロンで押さえていないと出来上がった時にこんな風に広がってしまいます。こちらはアイロンをかけた方です。しまう時もぺったんこで扱いやすいです。この桜の型紙はコメントの URL からホームページに入ってダウンロードしてください。桜の型紙をホッチキスで留めます。端っこを切り落とさないように気をつけて、つながるように切り取ります。どうしてもつながらないときには花びらを使ってこんな風にする方法もあります。こんな感じに仕上がります。次は真ん中に押す桜の花芯のスタンプ作りです。分厚い両面テープを上質紙に貼り付けます。剥離紙を剥がしたら、これを細長い三角に切ってペットボトルの蓋に放射状に貼っていきます。こんな風に貼れたら、はみ出たところをハサミで切り取ります。スタンプインクをつければおしべのスタンプの出来上がりです。これをペットボトルにつけて押していきます。その方が押しやすいです。いろんな貼り方を工夫してみてください。